ヤガチャガチャンネルは。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけで、ヤガミンことヤガミハヤテでございます。というわけでございまして、本日、10月19日の水曜日夜の10時となりました。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。というわけでございまして、最近ね、寝起きの時にね、髪の毛の束感がなくなったら、お湯に浸したタオルで思いっきり頭ゴシゴシするっていうのがですね、常套手段になってきております。男ヤガミンことヤガミハヤテでございますね。いや、わかるよ、シャワー浴びたりしたらどうとかっていうのはわかるんだけど、なんか俺すごい髪の毛が細くてさ、すぐになんかその何パラパラ感になっちゃうので、まあその時に一回ちょっとお湯でわーってやってあげると、ある程度束感が返ってくるっていうので、毎回毎回それをやってるんですけど、なんかスプレーシュッてしたらリンスしたのと同じ感じになるスプレー缶とか令和にはできないんですかね。別にね、やっぱりね、一番綺麗にするのはちゃんと毎回毎回丁寧に洗うってことなのは重々分かってますよ。そんなこと100分かってますよね。だからそれは分かってますけど、そもそもテレワークのお仕事なので、家からなかなか出ないわけですよ。でそうなってくると、なんかそこのね、なんか衛生面を気にしようっていう環境ではね、なくなるわけですよね、はっきり言って。なので、まあそういうとこで考えると、ちょっとでもなんでしょう、このカメラ映り上なんか見た目が良くなってくれりゃ私としては十分なわけでございまして、まあそうやって考えるとね、そこまでやらんくてもねみたいな感じになっちゃうわけですよ。なのでね、なんかテレワーク用のなんか美肌スキンケアとかね、テレワーク用の髪の毛のフォローなんかスプレーみたいなね、いろいろとテレワーク用のものだけ作っていただければ私は十分満足しているんですけど、なかなかね、世の中がそういう風に動いてくれないというところでございまして、なかなか大変なところでございますね。はい、というところでございましてね、また糖尿病の症状かね、ちょっと体重が落ちまして、ちょっとすっきりしてきた私なんでございますけど、新しい私デビューね、というわけでございまして、このままね、引き続き健康的にね、しっかりと進行していけるようにしていきたいなという風に思っているところでございます。はい、というところでございまして、今週もですね、30分間ちょっとした小話の方をさせていただけたらと思っておりますので、よろしかったら皆様もですね、最後までお付き合いいただければなと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけで今週もよろしく。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、今月の築地報告のコーナー。はい、というわけで今月の築地報告のコーナーです。今月の築地報告のコーナーはですね、毎月毎月テーマトークをこちら側で設定させていただきまして、そのテーマトークに沿って皆様からのお便りを募集するというコーナーとなっております。顔が隠れやすいのでちょっとだけマイクの量を上げました。というわけでございまして、はい、今月皆さんに募集しておりますテーマトークはこちら、教えてあなたのやる気スイッチの仕方。はい、というわけでですね、皆さんのやる気スイッチの仕方を教えてくださいというですね、こちらお題でやらせていただいております。さあ、というわけでですね、今回も先発投手のお便りから読んでいきましょう。というわけでございまして、こちら、ペンネーム、もしゃもしゃのけせからいただきました。ありがとう。まだまだありますよ、やる気スイッチ。でも逆にこんなに頑張らなければダメなくらい仕事しんどいのどうなんだろうと思い始めたりもしました。あれれ、もやもやけせですよ。やがちゃっちゃ、はい、やがちゃっちゃ。けせのやる気スイッチの仕方、その3、少し先に楽しみな予定を入れておく。これはなかなかタイミングによっては難しいので、おいそれとはできないのですが、でもうまく予定だったら最高に心の支えになるやる気スイッチです。今週末まで頑張れば友達と遊ぶぞとか、ちょっと美味しいものを食べに行くぞとか、楽しみなことがあると今を頑張れちゃいますからね。ヤガミさんはこの先これを楽しみにして頑張るぞってやってることありますか？あー、この先これか、あんまないな。っていうのが、なんていうのかね、まあないことはねえんだけど、もちろんないことはねえんだけど、基本的にね、そうねっていうところで、なんか例えばさ、10日後とかにスケジュール入れてさ、そのスケジュールが万が一崩れた時に取り返しがつかなくなるぐらい落ち込んだりしちゃうので、あんまり入れないようにはしてるんだけど、なんか
それで言うとこの仕事全部終わったらラーメン食い行こうかなとかっていう、なんかその日のうちの後の楽しみみたいなことは入れたりするかな。これ終わったらゲーセン行こうかなとか、そういう風な、なんか今から今あるこの現状、要は俺からすると家にいなくて住んでて、なおかつ仕事でどこかに向かってない時ってマジでフリーな時なんですよね。なかなかその時間って作れないので、そういう時間を自分で作りに行くっていうのはやったりするかな。まあでもね、先ほど言った通りでなかなかじゃあそのタイミングチャンス作れるかって言ったら作れないので難しいなっていう風に思いつつっていうところはぶっちゃけございますね。まあでもね、やっぱり楽しみを先に置いておいてそこに向かって走るっていうのは全然悪いことではないと思いますし、すごいいい方法なんじゃないかななんていう風に個人的には思ったりしますね。まあやっぱり基本的にはそのテンションの浮き沈みを作ってあげなきゃいけないというか、メリハリを作ってあげなきゃいけないんじゃないかなとか思ったりするので、そのねメリハリをしっかり作ってあげることで自分のことをフォローしてあげるっていうのはね、めちゃくちゃいい方法なんじゃないかなというふうに思うので、もしゃもしゃの気せね、まあもちろんね、お仕事とか大変だったりだとかね、落ち込みがちになってしまってってこともあるとは思うんですけどね、そういう楽しみとかも見つけてあげながらですね、運用していただきたいなというふうに思うところでございます。さあというわけでございまして、もう一通ぐらいお便り読んでいきましょう。こちらはペンネーム紫さんからいただきました。ありがとうございます。ヤガミさんこんばんは。ヤガチャッチャです。紫です。はい、ヤガチャッチャ。今月のお題、やる気スイッチの仕方ですが、外出するときに紫のアクセサリーをこれでもかっていうぐらいジャラジャラ身につけることです。ネックレスを最低でも2つはしてますし、指輪を右指に3つ、左指に3つ、ブレスレットを右手首に3つ、左手首に3つ、そして左腕には腕時計をつけます。もちろん全て紫色または紫に近い色合いの品物です。それから紫色のバッグを持ち出します。この衣装は外出する上での私のやる気スイッチです。家族や一握りもいない友人からは呆れられておりますが、大げさではなく、それだけのアクセサリーをつけないと家から出る気が出ないので、家族と、友人には諦めてほしいといつも、願う紫でございます。私の、紫の外出する上でのやる気スイッチのお話でございました。あー、なるほどね。まあ先週先々週にね、ケセの方が話してた流れの中にね、要はそのカバンのぬいぐるみじゃないけど、なんかちょっとしたねみたいなっていうところに近しいところかなと思うんですけど、あー、いいんじゃないですかね。やっぱりなんていうの、ふとした瞬間にさ、外に出てる時って、まあしんどいじゃないですか、はっきり言って。知らんやつもたくさんいて、もちろんながらそいつからしたら俺が知らんやつなんだけどさ、例えば、電車の中とかそうだし、あれかな、俺のわかりやすい例えで言うとサウナとかかな。要は趣味でサウナに行くのはいいんですけど、サウナにいる楽しそうなやつが邪魔くさいんですよ、はっきり言って。要はサウナって基本的に沐浴なので、楽しいとか楽しくないとかじゃなくて静かに入んなきゃいけないはずなんですけど、まあこれを守ってない奴らがいくらでもいるよと。ね、なんか学校であった楽しい話だかなんだか知らないけど、それをめちゃくちゃ盛り上がりながら話してる奴らってのが一定数いて、まあ本音から言うと邪魔くせえなと。沐浴でゆっくり入りてえのに、なんかガタ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 喋ってて、なんか邪魔くせえな出てかねえかなとかって思ったりするわけですよ。っていう時とかに、なんか、なんて言うんです、アクセサリーとかじゃないけど、まあ自分の場合いつも許してもらえるサウナだったらアプローチつけたまま入るんですね。で、アプローチつけたまま入って、ちょっと気が紛れてこないというか、気が散るような時っていうのは、手元のアプローチ見て、アプローチ見てる時ってアプローチか自分の体しか見えないので、で、そこで一回なんか自分モードに入って自分の気力取り返すみたいなことがあったりとか、あと、なんでしょうね、なんかちょっと、あんまり本当は好ましいと思ってないような出先に行ったりした時とかに、相手のところ行って、わちゃわちゃってやって、疲れた時とかに自分のしてるネックレス見て、はぁ、よし、頑張るか、みたいな、そういう風なね、取り返しの仕方をしたりすることも自分もあったりするので、なんだかんだ言いながらね、これお話しいただいてるお気持ちめちゃくちゃわかるなというのが思ったっていうのがすごい素直なところですね。まあ、やっぱりだけどね、自分が嬉しいこととか、自分がね、自分なりに落ち着けるものとかを身につけるとかっていうね、そういうところがやっぱりやる気スイッチになったりとか、その上でさらに自分へのご褒美を用意してあげるとかっていうところに落ち着くんだなっていうのを今お手紙を見ていてね、すごい感じていて、だからみんななんて言うんでしょうね、別に生まれた世代も違うし性別も違うかもしれないけど、結構実は持ってる個体っていうか、なんていうのかな、その自分のやる気出すスイッチっていうのは他人の人も同じようなところにあったりするんじゃないのかなっていうのをね、ちょっと今ねこのお手紙を見ながらすごい感じているところでございます。
ございますね。ちょっとだらっと2枚お話ししてしまったので、残りの時間ね、やっぱそのちょっと自分の話とかもしていこうかなとか思うんですけど、まあ自分の場合、やる気スイッチを入れる方法の一個としては Amazon を見るがありますね。はい。っていうのが、別に樹海の方じゃなくて、インターネットの、そのアマゾンに行って、例えばですけど、もうちょっと仕事頑張ってお金が余ったら、このカメラ買おうとか、ちょっとこういうのがあるんだけど、こういうのを買って、もうちょっと生活を楽にしよう、みたいな、そういうのをなんか、なんていうんですかね、頑張ったからこそ得られる未来っていうのをちょっと見据えるようにして、えーってしながらやる気スイッチを入れることが多いです。最近そんな中で買ったね、ものを紹介すると、遠隔で押してくれるスイッチを買ったんですね。何があった話だと思うんですけど、そのスマホからピッてやると箱からウィーンって上からボタンのなんか爪みたいのが出てきて、コチンと押してくれてウィーンって返ってくるんですよ。だけって思うかもしれないんですけど、これが意外とミソで、例えばですけど、うち給湯器の構造がおかしいんですよ。絶対にまず台所横にある給湯器のお風呂ボタンを押すと、お風呂を沸かす準備ができましたって言ってくれて、で次に蛇口をひねりに行くんですね。で蛇口をひねりに行って、するとその規定の量のお湯を張ったら止まってくれるんですよ。で、時間が10分ぐらい経つと、お風呂が沸きましたって言ってくれるんですよね。で、お風呂が沸きましたって言ってくれたら、お風呂入りたいじゃないですか。なんですけど、まず一回、蛇口を止めないと、押した時に、蛇口の栓が開いているため、お風呂の栓を閉じることができませんでしたっていうエラー文章が流れて終わっちゃうんですよ。なので、一回、お風呂に行って、蛇口を閉めて台所まで戻って、お風呂ボタンを押して解除してあげないとお湯が出せない。なんで、お風呂が沸いてあるんだけど、シャワーが出せない、そのままだと。なので台所お風呂、お風呂台所お風呂っていう 2.5 往復しないとお風呂に入れなかったんです。もうこれにイライラして、そこで取り出すは箱からボタンが出てくるスイッチですよ。で、このボタンの先を今、うち私、風呂のボタンに固定しまして。なので、まずは、なんだったら、台所行ってもいいし、行かなくてもいいですけど、遠隔でピッてやったら、それがブイーンとお風呂のボタンポーンとしてくれるので、お風呂を沸かす準備が整いましたっていうんで、蛇口ひねるでしょ。で、そしたら、ま、自室とかでパソコンとかでちょっと時間潰したりして、で、ピーって聞こえたら、お風呂に一直線で行って、で、お風呂に行って蛇口を閉めたら、スマホのボタンでピッて、押してあげると、お風呂モードが解除できる。ので、そのままシャワーが浴びれる。だから、台所横にある給湯器に行く回数を減らすっていうスイッチを買ったんですね。些細なんですけどね。別にそれがあるからね、めちゃくちゃ死ぬほど楽になるかって言ったらなわけでもないですし、些細は些細かもしれないんですけど、ただ、その、ストレスから解放される。なんとなく、ずっとこの風呂との流れおかしいと思ってたのが、スマホから遠隔でできるようになったので、ちょっとだけ、ストレスが軽減できたっていうような箱を買ったんですけど、これが3500円。ね、今聞いた時にね、一部の人はね、お前毎回歩いてボタン押しに行けやって思ったかもしれないですけど、やっぱお仕事でね、自分が取った仕事で3500円もらってたら、別に3500円の箱買ってもええやんってなるわけなので、自分の生活、まあ何回か出てますけどね、クオリティオブライフ QOL をね、少しでも良くするために、そのお風呂ボタンを押してくれるスイッチを買ったという背景があったんですけども、まあみたいな感じで、自分はね、 Amazon を見て自分の次は生活をどう豊かにするかっていうのを想像するっていうのが、結構自分がやる気スイッチを押す方法だな、なんていう風に思ったりしました。ただね、欲しいものを見てへこむ場合もあるんだよね。欲しいものを見てね、俺欲しいのこんなに値段すんのみたいな、あそうみたいな感じでね、なんか 64,800 円とか見て、はいみたいな感じで黙る場合もあるので、なんか人生生きてても面白くないなっていうね、状態を引き起こしてしまう可能性もあるというところで考えると、もろはの剣ではあるんですけども、でもね、そういう風にしながら私の場合はやる気スイッチを押したりしてる場合が多いかなと思っております。さあ、というわけでね、日付としてはもうギリギリでございますが、数日過ぎても構いませんで、もしもよかったら来週に向かってのですね、皆さんのやる気スイッチの押し方とかがあったら、どんどん教えていただけたらなと思っております。今ね、先ほどリアルタイムで確認したんですけどね、11月
月のお題何にしたかをね、私覚えておらず、フォームにも反映してなかったので、この後ね、私はこの収録が終わった後に、先週の配信を自分で見て、何というお題を言ったのかっていうのを調べなきゃいけないんですけども、来月のお題の募集も始まっておりまして、おそらくこの配信見終わってる頃にはですね、概要欄のところからいったフォームのところに来月のお題も追加されておりますので、よかったらチェックしていただけたら嬉しい限りかなというふうに思っております。本当にね、このコーナーって毎回私が聞きたいことを書いてるので、みんなが教えてくれるとね、みんなの理解度がちょっと広がって嬉しいななんていうふうに思ったりもしておりますので、なんかよかったらね、みんなのこともっと知れたりとか仲良くなるためにもですね、いろいろとこのお便りフォーム使って皆さんのことをどしどし教えていただけたら幸いです。というわけでございまして、以上、築地報告のコーナーでございました。あー、動画が撮れてない、投稿者コメントが貼られてない、サムネイルが間違ってる、あー終わらない、ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、ふつおたフリートーク近況報告のコーナー。はい、というわけでふつおたフリートーク近況報告のコーナーです。こちらのコーナーはですね、テーマトークに縛られない皆様からのお便りを募集しております。というわけでございまして、今日一通読んだら終わり。さあ、というわけでこちらの方読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、こちらペンネームあかりさんからいただきました。ヤガミンヤガチャッチャあかりです。はい、どうもヤガチャッチャあかりです。あかりじゃねえよ、ヤガミンだよ、ね。先日愛用していた Bluetooth のイヤホンとファンデーションのケースがほぼ同じタイミングでお亡くなりになりました。どちらも特別高価だったり貴重なものではないのですが、やはり毎日使っていたものたちなので少なからず愛着はあったわけで、それと自分の予想よりも早く壊れたので余計にショックが大きかったです。でもこういう時はこの後自分に何かが起こる予定だったのを身代わりになってくれたと思うようにして、気持ちを切り替え、そして今までありがとうと言いながらお別れするようにしています。こういうことを考えたりしたりするのってきっと私だけではないはずと勝手に考えていたのですが、世間の皆様いかがなんでしょうか。ヤガミさんはこの気持ち分かってくださいますか。おー、なるほどね。そうだね、そうだね、分かるよその気持ち。カメラ目線で分かるよその気持ち。とっても物を大事にしていたんだね、あかりさんは。とても心の優しい人だねって言っといた方が好感度上がるんでしょ。分かりません、わかりません。あのね、すごい大事だと思う、その気持ちは。めちゃくちゃでいいマインドで、俺今手紙読んでてすごいなって思ったのは事実だから、俺も見習おうと思ったけど、手紙読む前までの私はほら機械オタクだったりするので、なんか壊れた時の壊れた原因およびその推測っていうのを立てて諦めをつける方法を考えてしまうタイプの人間なんですよね。なので、原則としては物が壊れちゃったりしてもしょうがないよねっていう認識の顔をしてしまうタイプの人間なので、なんか気持ちは分からなかったんだけど、これいいな。だってあれでしょ、急に大事にしてたものが壊れた瞬間に、おっと、形見のファンデーションの蓋が壊れちまったぜ、おいおいダディ俺に何かがあるっていうのかいみたいな感じなことでしょ。要は言ってしまうと保安官バッジみたいなもんでしょ。パーンって撃たれて保安官ってなったのに、胸元のところのバッジのところに焦げ跡がついてて、おっと胸元にある保安官バッジが守ってくれたみたいです、神が俺のことを守ってくれたのか、ジーザスみたいな感じのさ、それの要はスケール、なんかもっとリアリティ版って感じでしょ。いいじゃんいいじゃん、これなんかなんて言うんだろうね、物を大事にしていたから、その大事にしていたものが持ち主のことを守ってくれたという考え方、とても素敵だと思います個人的に。これはなんかめちゃくちゃ綺麗でいい考え方だなーって。いいね、なんかすごいね、月並みな言葉だけど素敵だなーって思いました。いやいやいや、俺もね、物は大事にしない方ではないんだけどね。例えばだけど、スプラトゥーン3発売した翌日にプロコン壊れやがって、その時は恨みしかなかったよね。あの野郎、俺が一番いいと思うタイミングで行きやがってっていうね、あの感情しかなかったって考えると、なんか俺は物への感謝が足らないかもしれないですね。反省します反省します。はい、ありがとう、お手紙ありがとうございました。さあ、というわけでございまして、残りの時間は余ってしまったので、がっつりとフリートークなんかしたいなと思ってるんですけど、最近ね、
ツイッター界隈で話題なのが、イラスト AI ね、絵を描いてくれるんですよ、 AI が。でね、この AI の精度が実はかなり上まで来ていて、まあ、もちろんね、まだ苦手なことはあるんですよ。手が描けないとかね、苦手なことはあるんですけど、かなりいい絵を描くようになってきました。正直、絵に興味がない一般人は余裕で騙せるレベルの綺麗な絵っていうのが上がってきていて、で、今ちょっと界隈が大騒ぎしてるんです。まあ、イラストレーターの方々がね、私の仕事を奪う気かっていう風に言ってるんですけど、なんかね、最近ね、ニュースとか見ててふーんって思ったんだけど、なんかセルフレジ導入するときとか騒がなかったじゃん。ね、AI が仕事取ろうとしたときに仕事なんか取るなーって騒がなかったのに、自分の番が来たら騒ぐのってどうなのかなーって個人的にはちょっと思ってますと。うん。で、その上でなんだけど、なんか基本的にね、そのお仕事っていろいろあるんだけど、例えば完成度だけが重要視される仕事っていうのは AI にいつか取って代わられると思うの。だって人間より AI がやった方がいいに決まってんじゃんね。だけどそこに対して細かな注文とかカスタマイズ性とか真心とかそういうものを考えようとすると、 AI はまだ人間にかなわないんですよ。これは感情論ではなくてかなわないんですよ。要は基本的に AI とかっていうのは今までの判例とかケースとかからっていうところで学んだものをエクスポートすることはできるけど、一人一人の顧客に寄り添った対応っていうのはどうしてもできないんです。で、それができない以上、それって人間がやるしかないので、人間の仕事の量っていうのは確かに全体の分母で見たら減ってるんですけど、正直な話、お前じゃなくてもいいよって思われてる仕事っていうのが減っただけなんですよ。だって今まで例えばじゃあ、私がイラストレーターだとして、でイラストレーターでずっと仕事をしてる会社さんがあって、だけど AI の方が安くていい早いから、お前もういらないよってもしも言われたとしたら、それ血も涙もないじゃないですか。だけど万が一私がね、毎回例えばもらったものに関してこういう風にやってみたんですけどいかがですかね、こちらの方がいいと思ってるんですけどとかっていう提出をしたとして、あ、八神くんは分かってるねってなったら、 AI が安くても八神との仕事をしてることが重要視されるはずだから、じゃあ八神いらんとは言わんわってなるはずなんですよ。なので一生懸命誠心誠意に仕事してたのか、あとは自分たちもクライアントっていうのをちゃんと目利きしてたのかっていうのがめちゃくちゃ重要だと思うんですけど、なんかそういうのが度外視されて、AI が手を動かしてくれるっていうのに対して今否定的な方々っていうのが一定数いらっしゃるなーというふうにまず思ってますと。で、そもそもおかしな話で、今までイラストレーターさんとかって、例えばこの絵一日で描いてって言ったら舐めてるんですか?とか言ってきたはずなんですよ。で、AI が1日で作ってくれて、じゃあ1日でやってほしかったけど AI がやってくれるから AI にお願いしようって言ったら、なんで AI にお願いするんですかって、わがままだよね。じゃなくて、なんか例えばだけど、昔ね、ニコニコ動画であったんだけどさ、AI とプロの棋士が戦うっていう電脳タッグマッチっていうのがあったの。で、基本的には人間が AI から聞くのよ。この局面お前ならどう打つっつって。で、AI はここに打ちますって言うんだけど、それをその通りに打つのか、機種の人が、いや、これに関してはここで打ってるけど、こうかなっていう、AI のデータベースを元に、自分の思考をさらに固めた状態で打つっていう、将棋の対決があったんだけど、面白かったんだよ。そう。AI って人間の存在を脅かすために生まれてきたんじゃなくて、人間の生活を豊かにするために生まれてきたはずなんだよね。なんだけど、なんか知んないけど、いかんせん今その AI を敵視してる人がいっぱいいるなと思っていて、んで、まあ多分だけど、これはいろんなところに波及するんだろうなと思ってますと。要は、例えば私なんかは企画書とか台本とか書くことがあるけど、シナリオライターとかね、企画書もいつか AI に淘汰されちゃうかもしれないしとかね、いろんなことはあるんだけど、でもだからこそ人間ができる時間が広がったから、いろんなことをやればいいはずなのに、なんか今世の中が AI を意味嫌う風潮になってるのはね、なんか個人的にはめちゃくちゃもったいないなと思いながら、ボケーと遠巻きに見てます。なんかね、あんまりこれね、表立って言うとね、炎上するというか、なんか AI も悪いことじゃないのにって言うとね、なんかその AI 警察みたいな人が来るので、あんまりインターネットとかツイッターでは言わないようにしてるんですけど、このやがやがやしないラ
ラジオはね、あの視聴者さんが限られてるので、あのちょっとここでは大落としていっていこうかなと思ってるんですけど、普通にね AI と手を組む方法を考えればいいのにね。要は背景とかに関しては AI に8割書かせて2割手直しするような形でもいいですかっていう AI の理由を普通に公表してしまって、あのいつも大変だった部分っていうのをどれだけ AI に投げつつ、人間がやらなければならないところっていうのはどれだけやるのかっていうのを、なんだろう、考えるっていう方法とかもあるのかなと。だって昔だってね、何十年前の話だけどね、あのコンビニのおにぎりってね、一個一個人間が手作業でやってるところが、あのロボットが来たら結局そこの人たちがみんな解雇されちゃって違う部署に回されちゃってとかっていうのはあったわけですよ。だから誰でもできることは AI に行くんだけど、でもその人に個別に求められるものは最終的に AI に行かないっていうのは長年の歴史でエビデンスがあるので、不安になる必要なんかないんですね。だからもっともっとなんだ AI と付き合っていってね、それこそ私よくやるけど、あのなんか Siri とかにね、俺何買いに行くって言ったっけとかって聞いたりするんですよ。要はあの何か思いついたら私は全部 iPhone に伝えるようにしてるので、 iPhone の中身が私の脳みそみたいになっていくんですね。で当たり前だけどリアルで動いてる脳みそって物が抜けちゃったりするから、だからそういう時はもう Siri にすぐ聞いて、ごめんって、俺このカート買い物あったと思うけど、ごめん買い物リスト何が入ってるとか言うと、これと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 これが入ってます、ああそうだったそうだったごめんごめんありがとうみたいなっていうのをね、あの普通に私はあの街中でも Siri と会話する人間なんですけど、すっごいやばいやつって顔される時未だにありますね。あのそれこそあるじゃないですか、あいつ一人ごとで何言ってんだ、あよく見たら耳に AirPods ついてるから通話してたのかみたいなのあると思うんですけど、私あの AirPods もつけてない状態で Apple Watch と会話することが多いので、あの特にやばいやつに見えるのかもしれないですね。あのやばいやつではないですよ、全然ね、全然健全なねいい子ですからね。あのそこに関しては不安にならないでいただきたいなと思ったりするわけでございますけども、うん、でもねそういう風にね、あのこれからどんどん世の中って便利になっていくと思うんですよ、個人的に。でその便利になっていく世の中っていうのを否定して生きていくことっていうのも全然やれなくはないんだけど、なんかもったいない気がする、その考え方って。要は昔ながらの方法がいいんだっていうのはいいんだけど、昔ながらの方法がいい理由が答えられる人がいない、あんまり。なんか結局感情論とか自分の生活を守るためっていうのが中心になってしまっていて、それって結局なんだろう、議論の仕方としては自己中なわがままな意見にしか聞こえないので、あのなんだあいつ何言ってんだろうっていう顔されちゃう。だとしたらね、あの真心込めて手作業でやる理由の一つとかも述べてしまえばいいのにっていう風にね、私はねすごい思ったりして、なんか損してるよな、もったいないよなみたいなことを思うことがね、あのちょっと多いなという風に思ってる今日この頃でございます。なんかネットってあれ安くなったよね、昔に比べて。本当になんかみんなピリピリしているというか、バチバチしているというか、もっとみんなね猫が寝転んでる絵とか見てね癒されればいいのになというふうに最近は思ってるところでございます。なんか暇な時ずっとね猫が伸びてる画像を最近は見ることが多くなりました。男八神こと八神颯がお送りしておりますね。なんかインターネットの付き合い方も一緒でさ、あのインターネットってすごい便利だけど、変な調べ方するとイライラする記事しか載ってないでしょ。でもそれってイライラする記事調べてんのって自分なんだよね。だからそういうところにね近づかない方法とか、そういうのをね探してあげるだけでもきっとね、あのもっとインターネットと有益につながったりすることができるのにとかね、いろいろとね感じるところでございますね。もっとみんながね心がビシビシしないでね、あのいろいろと進行ができる方法がね本当に見つかってくれたらいいんじゃないかななんていうふうに個人的にはあの強く思っているところなので、あのこうやって今ねあの配信見ていただいてるっていうのはありがたいんですけど、配信の YouTube のやつもね一個動画見間違えると胸クソ悪い動画とか開いちゃうこともありますから、本当にね動画とかと付き合いとかって方っていうか、インターネットとの付き合い方、みんなねもっと平穏な気持ちで臨めるようにしましょうね、なんていうような、最近あったお話でした。はい、エンディングの時間です。というわけでこちらの番組では皆様からのお便りを募集しております。こちら概要欄にございます投稿フォームのところからですね入っていただけますと、お便りの方を出すことができるようになっておりますので、よかったら皆様もお便りの方参加してみてください。というわけでございまして、あのですね、すげえわかりづらい話なんですけど、この今マイクがつながってる機械っていうのがあるんですけど、
オーディオインターフェースって音を管理する機械があって、でその音を管理する機械の PCM マイクっていう外で使えるマイクを持ってたんですけど、この PCM マイクが最近アップデートされてパソコンでも使えるようになりましたと。で今より高音質な音で録音ができますみたいなことが書いてあって、おめっちゃいいじゃんと思ってるんですけど、ケーブルがごちゃごちゃしすぎてて付け替えるのがめんどくさくて何もしてませんね。何なんでしょうね、人間は目の前に便利なものがあるのに、その目の前にあるちょっとした小石を見て大きな宝物を逃すことがあることというのが多々あるわけでございますよね。人間の難しさというところを学ぶわけですね。これだけ壮大な話してるんだ。ヤガミあれなのか、この配信が終わった後に付け替えるのか。家付け替えません、なぜならばめんどくさいからね。人間とは億劫な生き物である、ヤガミハヤテね、というわけでございましてね。そんなところでね、まとまりがいいのかわからないですが、そんなところで終わっていきたいなというふうに思っております。というわけでございまして、今週もヤガミの30分小話にお付き合いいただいた皆様どうも本当にありがとうございました。というわけでございまして、改めましてここまでお相手したのは私ヤガミンことヤガミゲンハヤガシャシャカツセイゼンですね。というわけで一周ネクタイムステイチューン、バイバイ、下が回らない、おやすみ。